世話になります。お世話になります。お世話になります。お疲れ様です。どうもお疲れさんです。どうも小坂さん、ありがとうございます。今日昼間は次男と一緒に。そうそうそう、ありがとうございます。すいません、山さん、ご無沙汰してる感じがする。すごいなんか全然合ってないような気がする。ありがとうございます。追っかけてたのよ。吉本さん、ありがとうございます。いよいよです。いよいよですね。うん、車も最高だし。すごい、うん、ちゃんと看板ついた。看板ついてた。完璧、完璧です。完璧、完璧。名前の由来についてはただいまより高等維新の会設立総決起大会を開催いたします。短い時間ではございますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は大変お忙しい中、内閣副大臣東正造衆議院議員、並びに大沢昇都議会議員、また区議会議員の先生方、そしてまた新人候補の方々、川北などとの激励のためお見えになっております。紹介いただきました東正造でございます。友人の一人として、また日本を変えよう、東京を変えよう、そして長んずく私たちが住んでいるこの江東区を変えようと立ち上がった川北直人君のために、皆さん方にこのようにお集まりいただいたこと、まずもって心から御礼申し上げる次第でございます。本当に皆さん、ありがとうございます。ご紹介を賜りました、都議会民主党の幹事長の大沢昇でございます。しっかりと新しい風を江東区政に送り込んでいく、そして地域のことをしっかりと地域で決めていく、また政府と一体となって日本の復興支援や江東区の経済、皆様方の地域の安全というものを積み上げていく、そのような区長が私は今求められている、そのように思っております。最近になって余震がまた発生している、こういう状況の中でリスクを負ってこの会場に来ていただきました。皆さん、誰からか言われた、上から言われた、こういうことではなく、主体的に川北直人を応援していこう、このように思って駆けつけてくださった皆さん方に心から御礼を申し上げます。今日はありがとうございます。まだまだ微力でありますが、全力を落として戦っていくことをここにお誓いさせていただきます。今日お集まりいただきました皆さん、320の席が埋まりません。先日行われた現職区長の決起大会、おそらく耳にされていると思います。2000名以上の方々が駆けつける。しかし僕はその2000名の方々が本当にリスクを負っても彼を応援していく、そういう方々でないということはとっくに知っております。しかしここに集まっている300を切る方々は、リスクを負ってでも新しい区役所を作ろう、この日をきっかけとして今日から一人でも多くの区民の方々に、友人の方々に、話しづらいことであったとしても皆さん方が話を進めていっていただければ、間違いなく4月24日25日の開票以降、新しい江東区を作るその扉が開かれる、このように私は確信をしております。どうか今日お集まりの皆さん、残された時間は11日間であります。死力を尽くして戦います。どうか皆さん方が今日以降、一日一人でも多くの方に江東区役所を変えよう、そのために川北直人を使おう、このような形で広げていただくことを、高いところからではございますが最後にお願い申し上げまして、私の決意表明に変えさせていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。絶対に勝つぞ、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 勝つぞ。